こちらの動画ではトフル IBT テストの採点基準について説明させていただければと思います。テストは改定されたんですけれども、採点基準っていうのは分析してみると、ほぼほぼ変わっていないなという印象ですで。その採点基準、まずスピーキングからいきたいと思うんですけども、やっぱりこうテストを受けてみて、で、そのために練習をしていくわけなんですけども、何にどう注意をして話していけば点数が高くなるんだろうかっていう観点から、やっぱり採点基準っていうのを把握しておくと、 効率的な練習がしやすくなりますし、本番でも気をつけるポイントっていうのは明確になりますし、点数が上がりやすくなりますよね。ですので、その採点基準っていうのを把握しておくというのは、練習の段階でも、本番の段階でも大事なわけなんですね。スピーキング。じゃあ何に気をつけて話せばいいんだろうか。何が重要だとコンセル、考慮されているのかということですね。これはもう実験を繰り返した結果、ある程度傾向が見えていますので、ご紹介していきたいと思いますね。重要な順番に行きたいと思います。 下の方から行くとね、ランキング形式みたいに下の方から行くと、ちょっと早く言ってくれよということになるかもしれませんので、一番大事な順番から行きますね。一番重きを置かれている、一番最重要項目っていうのはですね、これは単語の量です。単語、何単語を話しているかっていうことをですね、その単語の量が今は一番求められているというふうに思ってください。これをですね、要するに、例えば、 45秒で話してくださいってインディペンドで言われました。60秒で話してくださいっていうふうに言われました。じゃあその45秒であり、60秒の間に何単語口から出てきているかっていうことをですね。すなわち、スピードということになります。スピードね。スピードが速いスピーチであればあるほど点数は高くなりますし、どんだけ発音きれいに喋ってもですね、ものすごくゆっくりゆっくり喋ってたら、 これは点数がなかなか上がらないということが分かっています。なので、確かにね、発音きれの方がいいですかもちろん切るの方がいいんですけれども、それをこう着眼点を置きすぎたかいようにスピードが死んでしまいましたということにはならないようにしていくというのが採点基準を踏まえた上で効率的な練習方法ですし、本場でのスピーチの仕方ですね。丸るに、次、内容ですね。当たり前なんですけれども、 これは自分が、その、例えばサマリーしてくださいってこう言うじゃないですか。あなたは賛成ですか判定ですかってこう言うじゃないですか。それが問題にちゃんと答えていないですとか、その聞いた内容をサマリーしなきゃいけないんだけれども、ちゃんとサマリーができていない。例えば聞いたことをちゃんと言葉にできていないってことになると、これは点数が下がってくるわけですね。 一方で、言われたことをちゃんと答えられている、含められていると、含むことができていると、テンスで上がっていくわけなんですね。なので、内容っていうのをちゃんと、言われたことをちゃんと言っている、説明しているというスピーチがいいスピーチですよということですね。この二つがね、もうほぼほぼです。早く言うべきことを言っている。 っていうのがもうほぼほぼ採点っていうところではもう大きいところを占めてると思ってください。そうですね。あんまり何割っていうのは言いづらいところはあるんですけども、7、8割はもうこれで占めるというふうに思っていただければと思います。次ですね。次はこれは正確さになります。 例えばこれ文法的な正確さとか単語の使い方の正確さっていう意味ですね。三単元の S が落ちてますよとか、複数なのに S が入ってませんよとか、それは現在形でなくて現在進行形の方がより合ってますよねとかって、そういうことですね。それってやっぱり不正確に文法エラーがあればあるほど点数でが落ちていくんですね。 一方で、その正確さっていうのがあれば、原点がなされないので、点数っていうのはこう高く維持しやすいということになります。これは文法、単語の使い方を含めた正確さっていうのは3番目に重要な要素ですね。最後ですね。最後が、これが、えっ、ー、と、発音ですね。発音、綺麗な方がいいですかもちろんです。聞き取りやすいですよね。で、そして、発音が悪くて聞き取れませんということになるとですね、何を言ってるんだと。 理解できないよと最低限こうなってしまうわけですね。そうすると、点数ももちろん下がってくるわけなんですね。ただじゃあ、日本人独特のアクセントがあります。アジア人独特のアクセントがありますと。ネイティブな発音にはなりきれていません。満点取れませんが、全くそんなことはありません。 発音は、日本人独特の発音はいくら出てて、も、まあ、いくらっててもそれ言い過ぎですね。例えば、R が全部 L になっているとか、TH ができていないとか、F が FOO になっているとか、そういうのは連発されていたらさすがに点数は下がってきて満点出ませんけれども、それがまあ、ある程度ノンネイティブなりにできているということであれば、発音がネイティブの発音じゃなくても、バイリンガルじゃなくても満点は出ます。なので、発音が原因で満点にならないということはありませんので、あの、もちろん一定水準以上ある場合ですね。 ということを考えて、えっと、練習していくということですね。発音っていうのは、大事かというと、まあ大事だとは思いますけれども、他の要素に比べると比較的、リラティブいいですね。比較的優先度は下がりますよということです。OK。これがスピーキングの採点基準になります。最後、一言だけですね。この単語の量、スピードっていうのはですね、あの、ただ単にスピード、単語数の数を出せばいいのかっていうと、まあ半分 S なんですけども、繋がった発音であると。 スピードっていうのはですね、ある程度こう、滑らかに出てきると。単語はチョッピーチョッピーチョッピーって言うんですけども、こう、チョップされた、パツパツパツとこと切れたような発音の仕方でこう、速いとですね、ちょっとこれを聞き取りづらいですし、あるべき発音じゃないんですよね。流れ、流暢さがないということになります。ですので、単語の量、スピードっていうのは第一項目、圧倒的なんですけども、それをこう単発で単語で区切って出すんじゃなくて、滑らかにつなげて発音していきましょう。 少なくとも一つの文章を喋る間は息を継がない、止めないというのが重要ですね。そのくらいすらすら喋ってると、スピードっていうのは必然的に出ていますので、その流暢さを含むスピードというふうに認識いただければなと思います。ですので、これからですね、これを踏まえた上で、効率的に練習していく上ではですね、リスピー,スピーキングを。この、えー、っと、これを踏まえた上で、とにかく単語数を出すんだと。発音を気にせずにとにかく出すなと。三単元とか間違ったようにとにかく出すなと。その ある程度のスピードを出すことをまず重要視していただいて練習していただいて。そして、スピードに乗ってこれたなと、ある程度口が回るようになってきたなと、ストラクチャーが頭に入って、これまでよりはスラスラ言えるようになってきたなとなった時に正確さっていうのを追い求める。発音がより良くできないかなというふうに追い求める。こういう順番で練習していただければ効率的かなというふうに思います。OK! では、スピックの採点基準及びそれを踏まえた上での学習の取り組み方でした。